はい、どうもこんにちは、ボボテッペです。皆様、ボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いいたします。今回はですね、確か6月26日だったと思うんですけども、こちらの丹沢湖短時間長考です。完全にですね、癒してもらう気で来たんですが、よいしょ、まだまだですね、釣れないなって印象でした。なんですけども、なんだかんだですね、この一頭で魚の反応があります。今日はですね、丹沢湖に来てます。早速ね、ワンバイトありました。ちっちゃかったですけどね、前回ね、5月ぐらいに来たんですけども、その時はね、なんかスポーリング真っ只中って感じで、あまりね、いい感じではなかったんです。でかいバスはね、ちらほら見れたんですけど、それも完全ニュートラル状態で、ふらふら泳ぎ回っちゃったような状態でね、ちょっと食わせられるような状況ではなかったので、ちっちゃいバスも混ぜつつ、40クラスとかですね、大きめのバスを釣りたいんですよね。まあ、その釣りがまあ一番楽しいんですよ。なんだかんだでね、ゼロワンゲームもね、すごくね、価値があることだしね、楽しいんですけどもね、どうしてもね、動画を配信するとなるとね、バスたちが小さいかもしれないですね。本当の癒し系かもしれないですね。釣れたよ。はい、やっと釣れてくれました。ありがたいですね。回遊してきました。日がね、出てきてから、このシャローフラットにいろんなね、ベイトフィッシュが回遊しだして、バスもね、フラフラーと回遊してますね。サイズアップしていきたいと思います。ありがとうございます。少しサイズアップしました。ちょっとね、キラキラしてる、ストレートワームから今度はね、ミミズカラーに、よりナチュラルなね、カラーに変えたら釣れてくれました。可愛いけどね、超可愛いんですけど、貴重なブラックバスですよ。本当にありがとうございます。丹沢湖バース、ちょっとね、1センチぐらいサイズアップしたかもしれないです。頑張ります。可愛いんですけどね、すごく綺麗なバスだと思います。ありがとうございます。いやー、だけどね、こんなちっちゃいバスですけど、いや、釣るの難しいっすよ、意外と。引き続きね、ちょっと20、30ぐらい釣らないとダメですよね。ちょっとね、30センチぐらいのね、ちょっと見る限り30センチぐらいのバスがいないんですけど、ちょっとね、この小バス釣りもね、久しぶりに楽しみつつやっていきたいと思います。ありがとうございます。
しけおいでおいで、元気です、超元気、超元気ですね。はい、ありがとうございます、超元気です。意外とね、フッキングが難しいんですよね、ここまで小さくなってくると。だもんでね、意外とフッキングの練習になります。ありがとうございます。釣れますね。サイズダウン、ノリーズのエクサンスンっていう、ワームなんですけど、ミミズカラーね、一瞬ね釣れるんですけど、またねちょこっと時間が経つとまた普通に、バイトしてくれますね。癒し系の超綺麗な小橋ちゃんです。ありがとうございます。これで5匹目かな。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。結果サイズアップはできませんでした。たまに30アップ40アップも回遊してくるんですが、単発でしかいなくてですね、全然ダメでした。異常気象で今週は寒いくらいですよね。水温もかなり下がってしまっているようで、地元の神奈川県のフィールドはかなりタフコンディションのようです。暑すぎるのも嫌なんで、過ごしやすい気温で梅雨明けしてほしいですね。そんな都合のいいことは起きないとは思いますが、せめて天気が安定してほしいものです。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。お時間がございましたら他の動画もどうぞ。釣り方やタックルなどなど、お気軽にコメントください。コラボも大募集中です。概要欄のツイッターアカウントからお気軽に DM を飛ばしてください。今後ともよろしくお願いします。